手を用いた遊びでは、指や手を用いた遊びのうち、主に日本で遊ばれていて、一般的な名前が定着していないか存在していないものについて解説する。これらの遊びは、主として学生に学校などで遊ばれる。必要とするものが、体の一部だけなので、休み時間から授業中に隠れてなど様々な場所で行われる。なお、初対面の人と行うときは、 自分と相手のルールの違いに注意する必要がある。手を用いた遊びには各遊びごとの決まった名称がない。そのためどの遊びを行うかを提示する際は、遊びに利用する手の形を相手に見せ、これやろうなどと言って行う。日本全国で同じような遊びが存在する。2008年1月現在で10代の認知度は高いが、30から40代に知らない人が出てくるため、 これらの遊びの歴史は浅いと考えられる。各遊びには様々なルールが存在すると思われる。しかし発症が不明でありルールの統一などは行われていないために、いずれのルールが正式なものか一般的であるかは人によって違う。例えばある学校のあるクラスでルールがわかりやすく手軽に行える遊びが創作され流行ったとする。一週間後には、 学校中に遊びが広まる。これはクラブ活動や部活動、委員会活動などで同学年の別のクラスの子、または別学年の子が集まった際に披露され、伝播するためである。1ヶ月後には近くの学校に遊びが広まる。これは草サッカーや草野球などのスポーツクラブ、さらには学習塾などで披露され、伝播するためである。ゴールデンウィークや 夏休みなどの長期休業を挟むと、遠くの街に伝わる。両親の実家に帰省したり、親戚の家に遊びに行った際に披露され、伝播するためである。また、部活動の遠征や大会などでも伝播する。この時、遊び方は、なんとなく分かったけれど、名前は聞かなかった。赤の他人が遊んでいたのをはた目で見ていてなんとなく、遊び方を覚えた、などのように、 ルールの直感性から伝播したものについては、たとえ名前が考案されてあったとしても、ルールと共に伝播することは難しい。また、基本的なことしか伝わらなかったために例外が、伝わらなかったり、新たな例外が生まれることもある。以上のようなことが何重にも重なり、また現代の情報化社会なども、相まって発祥から数年で全国に伝わり、多くのルールが考案されたと考えられる。 二人、または二人以上で行う。この遊びは戦争、割り箸マッチプラフィン、いちいち、指殺しとも呼ばれる。掛け声や直接触れずとも支障はないため、指の死人さえできればいくら離れていても行うことが、できる。二人で行う。この遊びは、エチケットとも呼ばれる。他の遊びと比べ数の暗記や戦略が重要となり、頭脳戦的な面が強い。二人以上で行う。 中国から渡ってきた、数県という遊びに似ている。この遊びの名称は、地域や人によって違い、瀬の、瀬の、瀬、瀬の瀬、一瀬の,の,ので一瀬の瀬、一瀬瀬、チュンチュン、チョンチョン、チッチ、ルンルン、青ザメ、セッサン、タコタコ、バリチッチ、チーバリ、ソロバン、ジインチ、ウー、ウーン、指すま、命令対象などたくさんある。 これらの名称は、遊戯時の掛け声に由来するものが多いが、この遊びと同一、または類似した遊びを用いていたテレビ番組に由来するものもある。しかし、地方によっては、親指だけではなく、10本の指を使う場合もある。前述の通り、掛け声は多様である。主なものは、一二の丸。一星の腕。一星の背。一星の。一節星の腕。 ちチちチちチチバリばりちッち、せっさーん、たこたこ、るんるん、スパルターン、ギンギラギンの丸、ちいばり、そろばん、じんちい、ちつちの丸、ゆびすま、せのじが、など。他にも掛け声の後に、数字の代わりに、コンクリートやガムなどといった、特殊効果を持った掛け声もある。その他、チャーハンやマツコなど様々な言葉が存在する。 二人以上で行う。この遊びは EF 千ラメ、寿司じゃんけん、公式、タッタッチーとも呼ばれる。二人で行う。この遊びは指剣道、寿司じゃんけんとも呼ばれる。指剣道には剣道の経験者が指で死内を持ったふりをして行う。酒の席で多く見られる。指で剣道の真似を行う、子供の遊び。の二つの意味があるが、ここでは2について述べる。 指同士を強く叩きつけ合うため、手加減をしないと、突き指や骨折の恐れがあり、注意が必要である。二人以上で行う。トランプなど他の様々なゲームの勝敗によって乗せる、順番を変えて行われることも多い。二人で行う。ゲームの特性上、もっぱら男子に遊ばれる。この遊びは手の甲を強く叩き合うため、手加減をしないと、手の甲や手のひらが腫れ上がったり、 内出血の恐れがあり、注意が必要である。また、忍耐強い二人が行った場合、ルールの特性上ゲームが終わらないことがある。地方によっては、唐辛子という名前で遊ばれていることもあり、両者が手をつなぎ、唐辛子の掛け声でじゃんけんをする。勝った側が思い切り、相手の手の甲を叩き、痛いと言ったら負け。言わなかった場合は、じゃんけんをもう一度続け、 何度も繰り返すというものがある。このゲームはカレーライスやグリーンピース、ドンセッスなどと呼ばれる。この考え方は全国アホバカ文福を遥かなる言葉の旅路に方言集権論の伝播の様子の模式として示されたものである。ありがとうございます。